はい、どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。どうもどうも。本日はですね、ちょっと睡眠について話しようかなと、はい、思っております。まあ、その人それぞれだと思うんですけど、はい。大体、睡眠時間ってどれぐらいで満足感入れます？これはね、8時間。8時間でスッキリする。スッキリしてるはず。ああ、なるほど。私はね、大体6時間ぐらいなんですよ。短い。うん。まあでも大体一般的に6時間、8時間ぐらいから8時間ぐらいがよく普通の睡眠時間っていう感じかなと思うんです。うんうん、で逆にどんだけ寝てなかったらしんどいか。自分がしんどいライン。6時間を下回ると大体しんどくなってくる経験上。ああ、そうなんや。なんかそのあんまり寝れない日が続いて、うん、なんか4時間ぐらいで頑張るみたいなのは、うん、まあ、できなくはないけど、多分続くとしんどくなってくるから、なるほどね、4時間、5時間、6時間下回ると。なるほど、6時間下回ったらしんどくなってくるんや。しんどい。結構、あれやね、幅あるね。私はね、3時間あ下回ると、3時間か。次の日に明らかに支障が出てきます。まあ、なんか4時間寝たら大丈夫とか言うけどね。ほんまに3時間じゃない4時間って聞いたことがある。あ、ほんまに。うん。なんかあれじゃん。睡眠ってこう、最初寝始めたら、最初浅いとこからだんだん深いとこ入って、また浅くなって、うん、また深くなるっていう、なんか、うん、レム睡眠とノンレム睡眠っていう周期が、だいたいなんか90分ぐらいに来るって。あ、言われてるんや。言われてる。一回深いとこ入って、また戻ってきた状態の時に、目が覚める状態に持っていけば、なんかスッキリするんじゃないかっていう。あー、でもそんなんはね、コントロールではできないよ。きっと。できへんよね、うん、いや一応ねちょっと意識したりはして寝る時間調整したりとかしたこともあるんやけど、うんうん、なんか結局自分の周期ってあるから、うん、まあその例えばその8時間を下回っても、うん、例えば6時間とかでも、うん、しんどくない時は絶対あるけど、あるそれはねたまたま年一全然寝てないのに今日めっちゃ気持ちいいわというかスッキリしてるわみたいな日はあるけれども、うんうん年に一回あるかないかぐらいやから、だからそれを知ることはできなさそう。そうなんか周期がその綺麗にできてないというか。と思うけどね。うん、なんかね、いろんなその普段の体調とか疲れ具合とか絶対変わるやん。すごく疲れた日と、あんまり動いてなくてそんな疲れてない日って明らかに違うから。うん。うん、だから眠たくなるタイミングも違くて、うん、で、私って結構その眠くならないと寝ないんですよ。なるほどね。うん眠くなるまで起きちゃうの。ああ。何時って決まった時間にさあ寝ようって言って布団に入るのが結構苦手で、それができたら割と、その規則正しい、そのさっき言った周期を見つけ出すことができそうな気がするんだけど。いやー。なんか起きちゃうから。難しそうやな。うん。夜更かしとかの場合でそれはあるかもしれないけど、うん。4時まで起きてたみたいな。はいはい、はい。もあるけど、眠たくなる、なるほどな。それはあんまりないかもな。そう、なんか決まった時間に寝るのが苦手っていうのがありますね。へー。で、かといって眠くないからといって起きてたら次の日しんどいっていうね。絶対そうだね。だ無理やりにでも寝ないといけないんだけど、まあやっぱそうすると寝る時間が遅くなると。で、さっき言ったみたいに3時間下回るとしんどくなる。で、もしくは寝なかったで、次の日は大丈夫、うん。結構元気に、いつもより、何やったらちょっとパフォーマンスいいぐらいで、動けるんだけど、はいはいはい、その次の日がもう終わるね。あまあ、それは普通に、4時間以上寝たとしても。したとしても。ああ、まあ、食らってるんやね、うん。完全に。何かが狂います。うん。まあ、じゃあ、オールとかしない方がいいんだね。いや、もうそう、できる年でもないしね。確かに。全然しんどいよね。しんどい。確かに。回復に時間がかかるのは確かに。24、25?、うん、まだできたかな。でも、25を超えたあたりから結構しんどかった。もともとそんなに深夜は得意じゃないから。うんうんうん。そう。若い時からそうなんやけど、共通して今もある症状として、うん、睡眠時間が極端に足りないと、めちゃくちゃ頭が痛くなるっていう症状があって、そのなんていうか目の奥の方から頭の、内側にかけて痛いみたいな。片頭痛とはまた違う。ちょっと違う痛さ。完全にじゃあ、その睡眠によるものやね、それは、うん。そう。だから睡眠の頭痛さやこれっていうの分かんの、自分で。だそれがすごく嫌なんやけど、なるほど、うん、結構止めようがなかったりするんだよね。まあ、一回今、
とは、なんかこんなにさ、結構長く寝ないといけないって言ってる俺も、うん、めちゃめちゃ徹夜をした期間が一回ありまして、うん、あのね、何年前かな ?3 年前ぐらいかな。なんかよくよく考えると、うん、その2時間睡眠とか3時間睡眠みたいな、うん、30分睡眠みたいなのをしてて、まあ、よくよく考えると、うん、7日間しっかり寝てなかった時期があって。7鉄に近い感じ。そう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 。だその日は、本当にリアルによく、なんか、めちゃくちゃ疲れた時とかに言う、あの、蛍光灯が黄色く見えるとか、太陽が黄色く見えるとかって、はいはいはい、言われることが多々あるんやけど、うん、それになった。え、そうなんや。あの、蛍光灯の、あの、なんていうの、青白い、あれがあったかい照明ってあるじゃない。うん、あれに近い感じの、黄色いというか。ああ、だから、あの、色温度が低いって言われてる、あの、黄色めの、ろうそくの光に近いような。ああ、そう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 。あれになった。なるほど。うわ、ほんまやと思ったもん、その時。それが行くとこまで行ったら幻覚とかになるんやろね。なると思う、あれは。ないわ、そこまでの経験は。あれはね、辛いな。なんかガチで二徹して、徹夜して仕事行って、徹夜して仕事行ってってした時があって、その時が20代やったんやけど、記憶がないところがある。ああ、そこはないな。それでだからもう二徹は絶対せんとこうと思った。仕事で結構そうなっちゃうことが多いから、うん、まあならないように努めてはいるけど、どうしてもちょっと怖いよ。そう、だからあと、その睡眠時間で言うと、もうその時間を確保すればいいっていうもんでもなくって、うん、その朝方に寝たら、うん、それまた頭痛くなるのよ。だから、例えば朝の9時とか10時から寝ます。で、そっから例えば8時間とか寝たとしても、はいはい、めっちゃしんどい。なんだよな。うん。リズム。リズムやと思う。確かに存在はしてるんや、そのリズムは。そう。だから変な時間に寝てもあかんねん。あ、まあ、それは例えば遅くなった日で起きてしまって夜も普通に、うん。で、なんかダメなスパイラルにはまっていくってことは結構あるけど、うん、それはそれで別に俺大丈夫やな。ああ、だから睡眠時間さ、確保したら、うん。割と大丈夫なんや。俺はね。ああ、羨ましい。俺はね、そう。だから変な時間に眠たくなっちゃって、バランスが崩れちゃって、うん、気持ち悪くなるというか、その疲れる、うん、しんどくなるってことはあるけど、なるほど。あの、そんななんか、時間関係なくみたいな。ああ、時間関係ないんや。うん。しんどくなった時って、うん、あのさっき言ったみたいな、ちょっとなんか色がみたいな、うん、以外にも、なんか気だるくなったりするぐらい、うん、なんかどっか痛くなったりとかはない。痛くなったりはないかな。ああ、じゃあ一応、なんかだるいはだるいけど、生活はできるよ、こう。もう何も考えたくない。痛みが走るはないかな、あんまり。痛みが走ると、特に頭が痛いと、何もできへんだよね。まあね。うん、風邪ひいた時でも頭痛いと、なんか集中できない、いろんなことに。うん、それがすごく辛くてね。なるほど、ね。うん。でもそうやね、8時間は寝たいな。8時間ね。もう最近はね、途中で目が覚めるんですよ。もうそれはもうおじいちゃんやから。だからその例えばあの早く寝なきゃと思って12時ぐらいにうまいこと寝れたとしますと、うん、そうしたら絶対朝の5時とかぐらいに目覚めるのよ。だから若くないからって言うよね、それ、うん、年取ってくるとその睡眠時間でなんか短くなるみたいな、ね、よく言うよね。おじいちゃんが完全に早寝て朝早く起きるみたいな。そう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 。まだないかな、ほっといたら昼まで寝てるよね。寝てる俺は。だからすごいなって思う、いつもそれ。なんか、まあ寝るのカロリー使うとかっていう、言うよね。寝るのもね、体力使うんですよ。ね。実は。それがまだできてるってことはまだ若いのかなっていうのは。まあそうやろね。思うけどね。まあ、もしくは蓄えがたくさんある。まあ全然あるね。全然こんなにカロリー使ってんのに。全然痩せないね。お腹しっかりすっからね。確かに、ね。それは変やな。足りてないのかな。うん。そう。だから睡眠は確かにね、あの夜寝て朝起きるっていう周期はとても大事なのはもう、あの明白ね。そう、明白なの。じゃあさ、ちなみに言うとさ、うん、海外の場合はどうなるわけ？それはだってずれるじゃない？あ、時差？そう。ね、だって日本の時差とちょっと違ったりするところに行くことがあるでしょ。そしたらもうまるまる違う。例えばアメリカとか行った時とかはまるまる違うくない？アメリカとか行った時は時差がもうほぼ逆転しちゃうから、うん、それが結構やっぱ適面に来るわけ。最初慣れるまでは体がやっぱどんどんあの馴染んでくるんやけど、うん、大体1週間ぐらいしたら正常になるかな、感覚的には。じゃあ最初はやっぱ気持ち悪いってこと？眠くなる。当たり前やけど、こっちの夜中の2時3時の時間って向こうお昼だったりするから、うん、立ったまま寝てしまったことある。へえ。まあ、でもその体調悪くなったりはないの？うん。眠たいっていうぐらい。あ、うん、不思議やな、それ。そう。なんか頭痛くなりそうなもんやけど。うん。
そういうこと言ったら。そう、でも、まあ私は毎回頭痛くなるわけじゃなくて、その、なるときならへんときがある。でも、なる確率の方がすごく高いから、なってもおかしくないけど、今あんまりそういう経験はないかな。でも理屈で言うとそうじゃない？なる。なるはずや。なるはず。太陽。確かに眠くはなる。なんなんやろ？なんなんやろ？まあ太陽はあるかも、ね。太陽の関係だから。うん。なんかあの、あるやん、その、月の引力とかさ、潮の満ち引きみたいな、ああいうのって体になんか影響を及ぼすみたいなのとかも、なきにしもあらずやから。それなんかな。やっぱ太陽って大事やね。地球の恩恵を受けてるってこと？そう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 、はあ。地球の恩恵なしには自分のリズムが作れない。なるほどね。まあ、じゃあそういうことなんか。まあ、太陽出てるか出てないかって結構大事かも。もう、じゃあ太陽に当たったりすることが大事なんかね。うん。当たらんでも出てる、なんかこう、日を見るだけで。そう、日を見るだけで正常になれるかもしれない。まあ、ありえるわな。うん。そこでリズム、なんか朝日浴びるとリズムがみたいな話もよく聞くから、リズムが作られるみたいな。朝日を人工的に作ることってできんのかな？ね、太陽光に勝る光源はないので、あ、いや、なんちゅうの、うん、例えば、その、窓バーッと開けたら、うん、太陽が照ってるような、まあ、映像なんやけど。めちゃくちゃ明るい電気を、うん、工事現場にある、はいはいはい、投光器のめっちゃ強いやつ窓の外に置いとくとかやとかして、あ、明るいみたいな、決して窓開けへんの、うん、カーテンで光でってやったらバグらへんのかな、人間って。結構部屋の電気をつけっぱなしで寝ることがあって、で常にだから明るい光を浴びたまま寝てるわけじゃない、うん、しんどいよね。それはしんどい、それはしんどい。やっぱ何か違うんやと思った、そのなんか外の全体的なその、はいはい、雰囲気、そのなんか。難しいな。外の。なるほど、うん。そんな大それたことを実験できるチャンネルでもないしね、まだ。そうやな、うん。ちょっとできるようになったらそういうの試したいね。どこまで人工的に作り上げて、こう、リズムが整うのかみたいな。そう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 、しかも一週間ぐらいかかるしな。あ、そうそうそう。そこに閉じ込められ続けるってことやろ。そうそうそう。そんなんできたらあれやけど。すごいよな。すごいよね。断絶されるってことやろ。そう。NASA のあれみたいな。宇宙飛行士の。飛んでみたいな、よく言うやん。閉鎖された空間で何日か過ごすみたいな。でもそうしないとね、ずっとそういう空間に宇宙に出たら居続けるわけやからね。まあ、確かにね、うん、まあ、どこにも行かない俺らがそれを、うん、そうただやってみるだけ。そう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 。体勢だけつける。そうやな。まあ私はほんまかっちり寝ないとダメなので、うん、全てがダメになる。うん、私は割とそうでもないけど、多分かっちり寝た方がパフォーマンスはもっと上がるんだろうとは思う。 うん、うん、やっぱりなんかその深い眠りについた時って記憶整理されるとか言うから。それはそうだ、うん、だから一回ないし、その一回の睡眠の中で何回か深い眠りに落ちるタイミングっていうのは多分必要だと思う。うん、それに時間がかかるかどうかっていう。そう、スッと入れるかどうか。かかる必要ないわな、それ。ああ、だから長いことこう、そう、睡眠時間いるみたいな。大変。まあ皆さんも適切なあの睡眠時間自分で分かってらっしゃると思うので、多少無理をしてでも眠くなくても、あの電気消してお布団の中に入って朝日で目覚めた方がいいと思います。そんな感じです。はい。そんな感じで皆さんもあの快適な睡眠ライフをお送りください。私は夜眠たくなくても眠れる方法を探ろうと思います。はい。はい。ということで、本日はこの辺で。はい。はい。ではまたお会いしましょう。はい。では、プレイルームのパオと。リトでした。バイバーイ。バイバイ。またねー。